ない流れですよね。ターン優雅か明日本日バンコクのタニアにやってまいりました。タニアですか。タニア、うん、実は今日、はい、ある指令を受けてまして。指令ですか、うん、行方不明になったタイ人の女の子を探してほしいって言うんですよ。日本人の僕たちに。そう、無理難解ですよ。ベルギー人から。ああ、なるほど。で、僕が調べたところによると、はい、エンジェルっていうクラブにいるらしいんですよね。エンジェルっていうクラブ、うん、まさに天国。天国。だからそれをね、僕探しに行きたいんですよ、今日。なるほど。じゃあエンジェルっていうクラブを探せばいいんですか。で、その前に僕のね、こう、まあ、情報を提供のある人がいるんで、その人の店に行ってみようと思います。なるほど、その提供者がいる。僕にいつもね、情報を提供してくれる方のお店がこちらです。あ、もう目の前で魚服なんですよ。ちょっと行きましょうか。日本ですね、完全に名前が。どうも、お待ちしてました。どうも、こんにちは、はじめまして。お疲れ様です。どうも、はじめまして。はじめまして。どうも、大沢はもうよく聞いております。はい、もう遠藤さんの方から。あ、実はね、ちょっと今探してる女の子がいるんですよ。写真見てもらってもいいですか。エンジェルで働いてるっていう噂があったんですよ。そういうのを聞きました。エンジェルって何なんですか。ここは山ちゃんのところを左に入って、はい、すぐ左側のビルの4階だったかな、はい、うん、そこですよ。すごいですか。ちょっと今行ってみてみて、一緒に行ってみて。そうです。はい、ちょっとだけ。そうです。女の子と話をしたいんですけど。いいです。本当だ、4階だ。F4 って F4 って書いてますよ。紙に。いや、今日休みなんですって。エンジェル。友達いますかって聞いたらいいですよ、うん、残念だな。じゃあ LINE もらってもいいですかね。友達いるお前。あ、友達みんなで休みです。でママに言ってもらって、この子います。何かパン1枚パン優雅か明日来る。明日いるって。また来ます明日。はい、明日連絡で。はい、はい、覚えておいてくださいね。はい、ありがとうございます。じゃあハイナンバーか。じゃあエンジェルまた明日来ます。ありがとうございます。そうか、タンさん今日休みだ。でもね、名前、あとお店の場所、電話番号、そこまではゲットしました。それでは今から魚福さんに行って。今日はどんな料理ですか。今日はうちの中野さんがご用意してくれてますんで、ええ、なんか中野さんのおすすめだと。すごいんですか。どうなんですかね。かなりね、みんな期待してるんで。よく来ました。いらっしゃいませ。おお。岩川さんのメタジオ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。じゃあ、乾杯。確か料理の方、映る名前苦手なんですけど、そうですよね、覚えてます。すいません。あ、プラーちゃんは、あ、プラーさんはスワイーってやつですね。はい、ちなみには、はい、プラーちゃんです。かわいいですね。かわいい。なんかこの同級生に似てます。同級生。同級生です。なんて名前ですか。しおちゃんです。しおちゃん、しおちゃん、しおちゃん、すごいかわいい。マハ、よし。もうヤーキンクラブ。ヤーキンクラブ。ヤーキンクラブ。食べたい。これをですよ。これ、あ、これ何を言ってるんですか。これこれですよ。辛い。うわ、これはたまんないぞ。ちょっと写真撮んなきゃ。すみません。写真撮らない。おわ。ご飯でも。うまいっすよ。あー、白いご飯どうしますか。これは。はい、ちょっとやりますか。うまい。どうぞね、
すいません。すいません。もう置ききれません。すいません。ここの群馬さんなんですよ。昔から。あとは水プレス。昔よから。昔よから。さっきの美味しかった。おー、アロイ。アロイけど食えない。アロイ、アロイ。おー、アロイ。コムヤン。コムヤン。豚の喉。豚の喉。黒川さん、牛さん食べたじゃないですか。牛しげ次元。すごいね。牛の喉の肉。あ、はいはい。あ、そうか、あれか。これが豚。あ、そうなんですね。どうぞどうぞ。いただきます。はい、どうぞ。わー、匂いが香ばしい。めちゃめちゃありますね。黒川さん、安全に。ありがとうございます。あ、めちゃめちゃうまい。これ断トツで1位。これ1つなんですか。塩辛です。うまいです、うまい。うん、多分この人は2人だよ。おー、見えない見えない。おー、おー、じゃあ、みなさんどうもありがとうございました。すいません。ありがとうございました。また来ます。また来ます。また来ます。